休んでもらわないと困るでしょ。うん、神羅のソルジャーだ。あんたは？私はザンガ。子供たちに武術を教えながら東へ西へあちこち旅をしている。しなやかだがまだまだ細いな。もっと食べなさい。ほっといてくれ。君も弟子にならんか。いやだ。君と同世代の弟子が大勢いるぞ。その数128人。この村ではティファという子に稽古をつけて。知っているかな、ティファ。ああ、あの子はセンスがいい。強くなるぞ。まさか。まさか。クラウド、見る目ないね。5年前だぞ。神羅流の戦いぶりしっかり見せてもらうよ。あら、おかえり。セフィロスさんもお戻りだよ。あの時は気づかなかったけど、今になって思えば、村に着いた時からセフィロスの様子は変だったかもしれない。何を見ている？この風景。え？俺は知ってるような気がする。セフィロス。魔航路への出発は明朝早くに決まった。そろそろ休んでおけ。ああ、そうする。おやすみ。その夜はなかなか眠れなかった。緊張と不安と興奮。実は私も。どうして？ティファには驚かされたな。
ガイドが来たら出発だ。了解。おいおい、セフィロス、聞いてくれ。ガイドはやっぱり私が行こう。いくら本人の。パパ。ティファ、まだ間に合う。辞退しなさい。その話はもうおしまい。強いソルジャーが二人もいるんだから大丈夫。ティファ。おはようございます。よろしくお願いします。ティファ。ティファがガイドなのか。そういうこと。この村で一番のガイドといえば私のことでしょうね。危険すぎる。お前が守ってやれば問題はなかろう。行くぞ。セフィロス、記念に一枚。出発だ。ティファちゃん。セフィロスさん、お願いします。俺からも頼むよ。俺の顔を立ててくれよ。あそこ。ありがとう。撮ります。ずいぶん楽しそうじゃねえか。もう一枚。そうだね。あ、もうじゃあこの時はね。マコーロはニブル山の中腹にある。寒々とした山の空気が懐かしかった。ニブル山は最初の魔鉱炉が建てられた場所として、その頃は有名だったそうです。魔鉱炉がある土地はどこも似たような風景だが、ここは独特だな。見ていて飽きない。毎日だと飽きるよ。いいな、ソルジャーはいろんなところに旅ができて。旅か、そんないいものじゃない。ただの移動だ。でも刺激的ではある。いいな。当たり前だ。ティファこそ先に行き過ぎ。だって急ぐんでしょ。そうだけど、無理しなくていいよ。無理なんかしてませんよ。私鍛えてますから。へえ、そりゃ頼もしいな。最近は村の近くにも出るようになったの。どうしよう。俺の出番だな。よし、任せよ。了解。まあな。この辺りのモンスターはお前だけで対応できそうだな。ああ、そんな感じだな。
セフィロス、休んでなよ。そうさせてもらおう。走ればすぐだ。予想よりもモンスターが多い。急げば守りがおろそかになる。じゃあ俺が先に行ってモンスターを掃除しておくよ。平気平気、任せる。そんじゃ上で合流な。
く。この絵を仕留める。チャンスだ。あっ、えい、くら、一気に叩き込む。よし、片付いた。シンナの土地を見てるの。お前がいるからガイドは不要。最初はそう言って断ったが、考え直して正解だったようだ。頼むぞ。よし。天然の魔鋼ガスだ。この山は今でも魔鋼が豊富らしい。危険だから吸いすぎる。魔鋼中毒はごめんだろ。20%
と除去されました。魔法ガスが 70% 除去されました。魔法ガスの除去を確認しました。ロックを解除します。行こう。